トムはずっと以前からツタの張ったうちに住みたいものだと思っていた。壁一面にツタの張ったうちは神秘的で美しい。壁全体がくすんだ緑色になり、家の中にどんな人が住んでいるのか想像もできない。窓だけぽっかり暗い穴が開き、ピアノの音など漏れてきたら、それはもう理想的だ。トムは昼間は自動車修理工場で働き、夜はドラッグストアの中にあるカウンターでホットドッグや飲み物を作る職にありつき、せっせと小金を貯めた。数年間というもの遊びにも行かず、若い娘の後を追うこともしなかったおかげで、町からちょっと外れたところに格好の古い家を借りることができた。さあ、あとは壁にツタを這わせることだけだ。植木屋のジョンジーさんからツタの根を分けてもらい、早速トムは壁際に植えた。さあ、こうなるとツタの大きくなるのが待ち遠しい。毎朝水をやってはツタの大きくなるのを待ったが、そうすぐには大きくならない。じいさん、もらったツタはちっとも大きくならないぜ。トムはジョンじいさんに言った。なに、そんなにすぐは大きくならないさ。まあ3年もすりゃ立派なツタになるよトム。あと3年？そんなに待つのか。やだな、とても待てないよ。一日も早くツタに囲まれた神秘の世界に住みたいのに。ねえじいさん、肥やしとか肥料とかそんなものはないのかい？トムは必死になって聞いた。ああ、肥やしね。それなら鶏の糞をやるといいよ。鶏の糞ね。オーケー、ありがとう。トムはジョンジーさんの家を飛び出し、百姓屋から鶏の糞を譲り受け、ツタの根元に埋めた。それから1週間、ずっと様子を見ていたが、大した変化はない。短いツタがひょろりと出ているだけである。ねえじいさん、鶏の糞は効き目がないぜ。道で出会ったジョンジーさんを捕まえてトムは言った。おや、そうかい。だがなトム、そんなにすぐに効くものじゃない。気長に待つんだよ、気長に。頼むよジョンジーさん、俺はツタの生えたうちに住みたくて、ここ数年というもの食いたいものも食わずに、着たいものも着ずに、じっと我慢してきたんじゃないか。なんとかしてくれよ。こうすぐにツタがパーッと生えるような、そんな薬はないのかい？トムはジョンジーさんの肩に両手を置いて揺すらんばかりにしていった。ないことはないがね。ジョンジーさんはボソッと言った。その夜遅く、ドラッグストアから帰ったトムは、ジョンジーさんからもらった緑色の液体を瓶ごと全部ツタの根元にかけた。いいかいトム、これは誰にも言っちゃいけないよ。秘密の薬なんだからな。そして後のことはどうなっても俺は知らんよ。ともかくツタは一晩のうちに伸びる。だが後のことは俺は知らんよ。ジョンジーさんはそんなことを言ったが、何、
舌が伸びさえすりゃそれでいいんだ。トムは満足してぐっすり眠り込んだ。真夜中、トムは息苦しくて目が覚めた。胸の上と言わず、顔やら喉やら何かがまとわりついている。トムははっきり目が覚めて、暗闇の中でそれらを払いのけようとした。なんということだ、そこいら中ざわざわとまるで森の中にいる感じだ。ヨーヨーのことトムはスタンドに火をつけた。手だ、緑色の手がまるで波のようにざわざわうねうね襲いかかってくる。ツタだ、部屋中いっぱいのツタだ。それも見ている間にどん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 伸びているんだ。数百本のツタがざわ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 と伸び、壁の上をベッドの上を這い回す。そして何でも巻いてやろうとばかりツタは手を伸ばして、手当たり次第にぐる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 巻き込んでは、もっと巻き込むものはないかと床の上をのたうっているんだ。すでにドアのそばの帽子掛けはツタでびっしり覆われていた。トムの手や足や胴にもツタが伸びてきた。振り切っても振り切ってもツタはトムに絡まってくる。助けてくれ。トムは寝室を飛び出したが、廊下もツタでいっぱいだ。階段も下の部屋も台所もタンスも食器棚も、もう家中ツタでいっぱいだ。それも後から後からどんどん伸びて、うち中ざわ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 ひしめき合っているんだ。絡まりつこうとするツタの海の中をトムは必死で泳ぎ、玄関から外へ逃げようとした。その時、中でもひときわ太いツタがトムの足を襲った。思わず床についたトムの手にはしなやかなムチのようなツタが巻きついてきた。じわじわと締め付けてくるツタの力で、巻きつかれたトムの手は紫色に膨れ上がっている。まだ自由を失っていない方の手がやっとドアの取っ手にかかった。死に物狂いでドアを開けたトムは絡まったツタを引きずるように外へ転がり出た。絡みついたツタは一層強い力でトムの手を締め付けた。ミシッと骨の砕けるような嫌な音がした。ダメだ、逃げられない。トムは最後の力を振り絞って開いたドアに体当たりした。ビーンとドアが閉まって、ツタはそのドアのところでぷっつり切れた。トムは走った、後も見ずに走った。断ち切られたツタはそれでもまだトムの手首に絡みついたまんま、しばらくはくねくねと動いていた。それからもうツタのある家など見向きもしなくなった。町の中に小さなアパートを借り、今度は自分の自動車修理工場を持とうと毎日働いている。今朝も張り出し窓の隅に置かれたかわいい鉢植えのひなげしに水をやって、トムは元気に仕事に出かけた。